皆さんこんにちは、ウゲガイドです。今日のテーマは韓国にタクシーをもっと安全に乗ることについて話したいと思います。まず私が日本語がまだ下手なので間違う部分がたくさんあると思います。今上手になるために毎日一生懸命勉強しているので、それで温かい目で見てくだされば嬉しいです。もっと頑張ります。お限界と韓国のソウルの場合ですよね。韓国のタクシーは大きく3つの種類があります。1つ目は一般タクシー、2つ目は模範タクシー、3つ目はインターナショナル。発音が難しいですね。ほとんどの人が利用していることが一般タクシーですよね。あの一般タクシーはソウル市が運営しているオレンジ色のタクシーがほとんどですけど、それ以外にも他の色のタクシーもありますよね。模範タクシーは黒い色を持っていて、車の頭の見たら黄色で模範と書かれています。2つの違うことは、一般タクシーは基本料金が3,800 からですが、模範タクシーは6,500 ウォンからです。約2倍ぐらいですけど、模範のタクシーの場合ほとんどのドライバーさんが外国語もできるし、若干割増がないですよね。またインターナショナルのタクシーの場合は全てのドライバーさんが外国語ができるし、ツアーガイドの役割をしています。またインターナショナルタクシーは定額制が一般ですよね。明洞までは6万5000ウォンくらいですよね。そして今韓国人がほとんど利用していることがカカオタクシーです。カカオタクシーは配車アプリですよね。日本人でも多分登録できるようになってみたいですよね。カカオトークアカウントが持っている人はカカオタクシーと連動されているので、もっと便利に設置することができます。特に最近女子一人旅行が流行っていて、まあ、タクシーを乗ることがちょっと怖いじゃないですか。でもカカオタクシーはドライバーさんの顔、名前、タクシーのナンバープレートまで表示されているので、もっと安全に利用することができます。韓国のタクシー乗り方について話します。ソウルの場合ですよね、あまりタクシーの停留場がありませんですよね。タクシーのフロントガラスを見たら韓国語でピンチャと日本語でカラクルマと書かれているので、その文字をチェックして早速手を振って捕まって乗ればいいですよね。そうすると今から本格的に韓国のタクシーを乗る前に知っておくべき4つのことを話したいと思います。1つ目はタクシーのドアを自分で開けることですよね。これが多分日本と一番違うことじゃないかなと思います。私も初めて日本にいた時に自動でドアが開けることを見て、まあ、驚きましたよね。でも韓国語は自動じゃないです。それで注意することが、あのドアが開けるだろうかと考えて待っていたら、タクシーは走り出してしまいます。それでタクシーを止めたら早速ドアを開けてから乗り込んでください。2つ目はトランクの荷物を出し入れも自分でしますね。もちろんドライバーさんによってちょっと違いますけど、でも普通はあまり助けてくれないので、重すぎる荷物がある場合乗る前にドライバーさんに頼みましょう。話したらほとんどのドライバーさんが助けてくれるから安心してください。3つ目は料金メーターを確認することです。それももちろんドライバーさんによって違いますけど、たまにわざと動かさずぼったくりをするタクシーがあるので、それでタクシーを乗ったらメーターが動っているかなとちゃんと確認する必要があると思います。4つ目はタクシーを乗る前にカード支払いができるかをチェックしてください。もちろん今はカードができないタクシーはあまり私も
見たことはないですけど、特に日本の方はティモニーカードを利用する人が多いと思います。それでティモニーカードも多分できない場合もあるから、乗る前にカードとかティモニーカードが利用することができるかをチェックしてください。普通はビザとかマスターカードはできますよね。5つ目は目的地を韓国でメモしてください。私が個人的に本当に重要なことだと思います。なぜなら言葉が通じないので説明することが大変ですよね。それでタクシーを乗る前にあらかじめ目的地の名前と住所と電話番号までメモしたら、目的地までもっと便利に行くことができると思います。1つ目は被害を受ける場合ですよね。この時には通訳ができる電話番号があります。1つ目はソウル市が運営している外国人支援センターですよね。120です、簡単ですよね。次は韓国観光公使が運営している申告センターですよね。電話番号は02735-10ですよね。参考してください。7つ目はタクシーを捕まっても断れる場合ですよね。その理由はもう何回やりますけど、普通は目的地と反対方向からタクシーを呼んだり、また迂回が面倒な場合もあります。特に深夜時には近距離の場合は、捕まることが多分難しすぎるんですよね。これも参考してください。じゃあ最後ですよね。8つ目です。タクシーで落とし物とか忘れ物がある場合ですよね。その時は支払いしたレシートが必ず必要です。決済した時間などが確認することができるから、それをチェックして1644-1188に電話したら、タクシー番号と連絡先などが確認できますよね。それでレシートは제일忘れないでください。最後に韓国でタクシーを乗るときに便利なフレーズについて簡単に知らせます。명동までお願いします。명동까지가주세요。トランクを開けてください。トランクを열어주세요。いくらですか？얼마예요？티머니카드で支払います。티머니카드로결제할게요。레시또구다사이영수증주세요。오츠리오구다사이거스름돈주세요。곳곳에오르시때구다사이여기서내려주세요。어겐가이도今日はこのように韓国のタクシーをもっと安全に利用することについて話したんですけど、私が今まで話したことをチェックしたらタクシーを便利に利用することができると思います。でも夜遅くまで歩き回るのは避ける方がいいですよね。気をつけてくださいね。今日も私の動画を見てくださって本当にありがとうございます。じゃあまた会いましょう。